とある魔術の禁書目録とある魔術の禁書目録の、用語学園都市学園都市は、鎌池和馬のライトノベル、とある魔術の禁書目録に登場する架空の都市である。本記事では、作中の関連用語も解説する。とある魔術の禁書目録と、その一連のスピンオフ作品群における、主な舞台。創設者は、アレースターイコールクロウリー。 作中世界の二大勢力の割れたる科学サイドを支配する総本山。東京都西部に位置する完全独立教育研究機関。あらゆる教育機関、研究組織の集合体であり、学生が人口の8割を占める学生の街にして、外部より数十年進んだ最先端科学技術が研究、運用されている科学の街、また、人為的な超能力開発が、 実用化され、学生全員に実施されており、超能力開発機関の側面が強い。世界トップクラスの金融センターにして、世界経済を回す動脈であり、口述の経緯で放棄された際には、不安定になった経済を戦争の利権で取り戻すため、各国で学園都市から流出した技術を利用した殺人兵器の増産に拍車がかかっていた。正体は、かつて、 アレースターイコールクローリーがシチリア島に創設したテレマ創員を科学という形に偽装、再建したもの、形を変えたテレマ創員とも呼ばれる。アレースターにとってテレマの再来、テレマのカモフラージュであり、かつてのテレマ創員と同じく思春期の少年少女を一箇所に集め、独自の教えを広めて、薬物等を文字さない方法で英知への接近を、 心見るために作り上げられた。豊山ルカは超能力を思春期の申請と薬物作用を網羅した超上誘発方式と形容し、テレマ創員との共通点を見出している。テレマ創員の設定が言及されたのは新約17巻だがこの時点では第三者の推測に過ぎず、新約18巻でアレースター本人の口から語られたことで確定した。 新約21巻の序章で下記のように改めて名文化されている。その名も学園都市。かつてイタリアはシチリア島にて散った夢のかけらを集め、徹底的にオブラートで包み込んで科学の形に擬態させたテレマの創員そのものである。実在するテレマに関する設定も7巻で、法の書、英和ス、マジックという形で登場しており、 アレースターのシチリア島での活動期間もこの巻きで触れられていた。オリジナルのテレマ総員はたった一つのアクシデントで崩壊したが、アレースターが進めていた計画完遂のために幻想殺しを有する上条東馬を活躍させるという目的で再び設立された。問題の解決手段が右の拳のみである東馬を活躍させるために警備を 意図的に緩めたり、治安の悪化を招いたりすることで、上城が行き通るような事件や悲劇、暴力がはびこる街を作り上げた。こうした、設計思想も、右方のフィアンマが、聖なる右の精錬で用いた、ベツレヘムの星とある種に通っていると、アレースターは22巻で述べている。1947年、魔術師として、公的には、死亡扱いになった、アレースターが、 第二次世界大戦からの復興途上であった日本に目をつけ、首都復興の名目を隠れみのにして設立した。日本を選択した理由は実在したアレエスター・クローリーの伝説に基づいている。本人曰く、鎌倉の地で大仏を一目見た時の衝撃が忘れられなかったシチリアやパリへの興味も失せていたとのこと。また、品種だったアレエスターを担いで運んだ。 カエル顔の医者の事情も考慮されている。詳細な歴史は定かではないが、アレースターが都市の開発に着手してから少なくとも50年以上は経過している。設立当初はアメリカ合衆国と協力関係にあった。冷戦期の米国やソビエト社会主義共和国連邦が超能力開発計画に失敗する中、超能力の実現、実用化に世界で唯一成功した。 10月に開戦した第三次世界大戦にて、ロシア連邦から戦線布告されるも勝利。12月に入り、大熱波に襲われて、都市機能がダウンしてしまい、これに乗じて、科学サイドの掌握を狙ったコロンゾンの侵攻により占拠されるが、11日をもって、諸行を利用した学園都市全域並びに、全協力機関のブラックアウトを観光、インフラ復旧の目処が立たないことを理由に、 集団疎開が宣言され、人口流出が起こり錆びれたゴーストタウンと化す。一時的に都市の全機能と引き換えに大悪魔、コロンゾンの暫定封印が行われていたが、メーザースの脅威に都市の技術で対抗するため機能がアンロックされる。アレースターは自身の死の間際、深淵を超えた一方通行に対して、統括理事長の全権を譲渡した。 新約22巻リバース以降、一方通行が第2大統括理事長に就任している。デザインモデルとなった小田急京王摩センター駅周辺東京都西部の多摩地域に位置し、東京都の他神奈川県、埼玉県、山梨県に面する完全な円形の都市。総面積は東京都の3分の1を占める広さを持つ。総人口は約230万人で、 その8割は学生。それぞれ特色のある23の学区から構成されており、それぞれの学区で独自の条例が学園都市の法令とは別に制定されている。内陸都市で海には全く名していない。唯一の山岳地帯である第21学区を除き、基本的に平坦な地形で、緑地は少ない。外周は高さ五メートル以上、厚さ三メートルの壁に囲まれ、 完全に外部と隔離されている。テレビアニメ版では、立川駅、多摩センター駅の周辺地域がデザインモデルとなっている。学園都市モノレールのモデルとなった多摩都市モノレール学生が多数を占める学園都市では、交通手段も学生を中心に運用され、バス、地下鉄、モノレールなどが主な公共交通機関となっている。ただし、学園都市全域に設定された 完全下校時刻に合わせて運行ダイヤが組まれている。学園都市内のバスはすべてスクールバスであり、バス停留所も学校施設の名前を使用し、各停留所には番号が振られている。スクールバスの動力は電気、または電気と天然ガスのハイブリッドカーである。操縦形式は基本的に友人だが、大破星祭りなどのイベント時は必要に応じて、 オートパイロットにも切り替えられる。学園都市内には、各学区間を結ぶ、首都高速道路と同様の高速道路網が、形成され、特殊会社、学園都市高速道路株式会社が、保有、管理、運営する。前述の通り学園都市は、外壁で囲まれ、内外を結ぶ交通手段は外壁に設けられた、専用ゲートと唯一の空港を通じた空路しかなく、 他はすべて遮断されている。学校や教育施設は教育機関を参照。一般に日本国の一地方公共団体であるとされるものの、実際には統括理事会が立法権や行政権を日本国政府とは別に行使しており、その他、外交、軍事、治安維持なども独自性が非常に高く、事実上の独立国家である。ただし、日本国政府の維持として、 学園都市独自の法令はすべて条例として扱われており、政治体制は香港特別行政区やマカオ特別行政区に似ている。主張は統括理事長と呼ばれる。初代はアレースター・クロウリー。第2代は一方通行。10月9日は独立記念日となっており、都市内では祝日である。学園都市の主権を司る最高意思決定期間。 統括理事長とその他の12名の理事によって構成される。機関の長は統括理事長。組織としては一枚岩ではなく、理事各々がそれぞれの専門分野や既得権益を守るために行動することも少なくない。アレースター曰くいくらでも替えがきく人員とのこと。事実、作中において何名かの理事が離職あるいは死亡しているものの、 人事が滞っている描写は見られない。アレースターが自分の目的を果たすためだけに作った都市であるため、統括理事長の発言や行動が他者によって制限されるようなシステムは存在しない。統括理事長が自ら辞任したり後継者を指名したりする権限はあるものの、下の者から罷免されることはない。コロンゾンとの決戦でアレースターが死亡した後、遺言によって 統括理事長の全権が一方通行に引き継がれた。上層部が各国の外交官と面会するなど、学園都市独自の外交が直接行われている。作中世界における現代の科学技術はすべて学園都市からもたらされているため、学園都市は全世界が恩恵を受ける必要不可欠な存在となっている。国際社会への影響力は非常に大きく、 派遣国家的な側面を持つ。また、自衛兵器や兵器開発研究の試作品という建前で独自の軍事力を有している。必要とあらば、他国への軍事介入も辞さず、第三次世界大戦では、防衛を大義名分に掲げて、ロシア本土への侵攻も行うなど、しばしば行き過ぎた行動をとる。ただし、国際的には、潔白なイメージを常に保つ。 魔術サイドとの外交については、とある魔術の禁書目録用語、世界観を参照すること。治安は、志願学生から選抜される、風紀委員と教員有志による、警備員という、二つの警察組織によって維持されている。詳細は口述。学園都市の科学技術や、能力開発等の情報は、極秘機密に当たるため、警備体制は、非常に厳重である。 基本的に、都市内外は自由に出入りできず、内部の学生でも外出許可を受け取るには、申請書類や発信機付きナノデバイスの注射など様々な条件が必要であり、外部の人間は厳重な審査を通った、関係業者や学生の肉親にしか許可証が発行されない。さらに前述の通り学園都市外周は高い壁で、囲まれ、外壁上部は常に警備ロボットが巡回し、 内部も人工衛星や監視カメラなどによって監視されている。ただし、科学的なセキュリティは万全だが魔術には無防備という弱点があり、作中ではしばしば魔術師の極秘潜入や強行突破を許している。能力を利用した犯罪行為などが行われたり、一部の過激なスキルアウトが凶暴な犯罪を起こしたりすることが多い。なお、暗部では非合法な活動が横行しているが、 これらは、厳重に秘匿され表向きの治安上には存在しない。上層部からの圧力によって警備員が監知、できないようになっていることもある。司法府として、学園都市外の一心に相当する、学園都市汎用裁判所が第一学区に所在する。裁判員制度が採用されているものの、住民の8割が学生で占められていることから、未成年の裁判員が多い。それを考慮し、 問題なく、公務を果たせるように、人工知能が補助する。また、治安上の警戒レベルとして、以下の4段階の警備強度が、学園都市全域に設定されている。一方、学園都市が何らかの災害に見舞われた場合は、映像部隊がその後の復旧にあたる。能力者の子供たちによる、学園都市の治安維持期間。原則として、校内を管轄とする。隊員は、 縦のマークがある暗証をつけている。完全志願性である。入隊するには、9枚の契約書へのサイン、13種類の適正試験の受験、訓練センターでの4ヶ月に及ぶ研修が必須。能力の種類、強度は問われない。能力以外の技術で入隊する者も,もいる。しかし、あくまで児童、生徒、学生の機関であるため重要な任務に着かされることは、なく、 装備も必要最小限のものである。上層部の許可なく装備を使用したり管轄外で活動したりした場合、始末書を書く必要がある。抽選なしで裁判の傍聴に参加できる特別学習枠という制度が設けられている。教員たちによる学園都市の治安維持機関。原則として郊外を管轄とし職権と職責も風紀委員の上位にある。 シンボルマークは三冊の矛を図案化した形。こちらも完全主眼性で、選抜方法は、風紀委員と同じ。危険手当のようなものはあるが、あくまでボランティア。盾や戦闘用ヘルメット、防弾直キなどの防具や次世代兵器が対応されており、暴走した超能力者でも取り押さえられる。危険な職務であることも多く、科学結社との戦いや、第三次世界大戦のように、 都市外部へ派遣されることもある。子供たちを守りたいと思う者がいる一方、学生たちに舐められないようにするため、学園都市が誇る兵器に登場するため、という理由で志願する者もいる。落とし物の届け出や免許の更新といった業務も行っており、中央詰め所は、学園都市外でいうところの県警本部のような扱いになっている。第18学区の西部には、指紋、結婚、 刃物症、火災現場のガソリンコンなど、学園都市の科学捜査が全部集約された警備員科学分析センターがある。通常、事件が起きた場合、関係者への聞き取りは、最寄りの警備員詰め所で行われる。ただし、強力な能力者や、組織的な犯罪の可能性が高い場合は、AIM ジャマーがある、少年院内の官房で行われる。また、 特に大規模な汚職や疑獄など、情報漏れが怖い案件での一斉捜査前に、協力者から確認を取るための施設として、表の図面には存在しない一区取り調べ室を設けている。テレビアニメ版、とある科学の超電磁法では、警備員の参加機関の一つとして、先進状供給所帯が設置されている。とある科学の一方通行では、懲戒処分された。 警備員たちが組織した秘密結社として DA が登場している。学園都市災害復旧委員会に所属する部隊。本拠地は第21学区の気象台に置かれている。学園都市のライフラインを復旧させることを第一主義とし、そのためにはどんな汚れ仕事をも引き受ける覚悟を持つ。巨大送風機や放水車、輸送ヘリなどを所有しており、ボートを鎮圧するためなら、 少々過激な手段も観光する。学生は、それぞれが通う学校で、時間割をはじめとする、宿題、試験、補修などの学習を行い、夏休みなどの長期休暇、部活動、放課後の自由時間などを過ごすといった一般的な日課を送る。また、学園都市には就学前教育から高等教育までのすべての教育過程が揃っているので、 基本的に一度学園都市に入学した学生は内部の学校に進学する。学園都市では全学生を対象に時間割という超能力開発が実施されている。学園都市における能力は学力と同等以上に重要視されるステータスであり、レベルの工程がコンプレックスにつながることも少なくなく、熾烈な競争社会のようにも描かれる。また、システムと呼ばれる概念が 学園都市のスローガンであり、存在意義とされる。その他にも名称だけの教育機関として、高崎大学などが登場している。学園都市では最先端の高度な科学技術が運用され、文明レベルが外部よりに30年進んでいるとされる。隅々までそれらが行き渡っており、生活のあらゆる場面で登場する。学園都市製兵器のコードネームに関される。 HS はハードサイエンスの略称で科学の力によってあらゆる不可思議な闇をなぎ払うという科学万能主義的な意味が込められている。決済に使用される通貨は日本円であるものの学園都市内の市場で流通している貨幣は都市内に設けられた造幣局によって独自に発行されているものである。 学園都市制の貨幣には IC チップが埋め込まれ、使用履歴が読み取れるようになっている。貨幣を故意に破壊、遺棄することは法令によって禁じられているが、マネーカードと呼ばれるプリペイドカードはその対象外である。また、学園都市独自の税制が施行されている。税率は一律ではなく、人口の8割が学生であることなどから、漫画や菓子といった子供向けの施行品に高い税が、 課せられている。その代わり、学食や教材といった学生生活に必要なものは格安となっている。主に一定の水準まで型落ちした科学技術を外部の企業に輸出するなどして莫大な資金を得ている。それゆえ、学園都市内の経済は基本的に豊かである。産業食料は俗に農業ビルと呼ばれる植物工場や畜産工場施設によって 人工栽培、人工飼育されたり、クローン食品が作られたりするなどのように科学的に生産、管理されているため、食料自給率は極めて高い。工業などの他産業も可能な限り学園都市内で賄われ、主に自動化された工場などで生産活動がなされる。その他にも生活に必要な商業施設や各種インフラも揃っており、学園都市のみで完全に 都市機能を自己完結させるだけの環境が整っている。街中の至るところに配置されたプロペラ風車による風力発電が学園都市の主要電源となっている。送電ルートは一方的ではなくネットワーク上に構築され中央ハブ変電施設により電気の流れを制御、管理している。これにより事故や災害で一部が破壊されても停電が 起こりにくいという利点がある。なお、大規模な水力発電が行われている第22学区のようにその他の電力源もある。また、送電線などは地下の共同校に埋め込まれているため、学園都市の街並みには電柱が一切存在しない。流通世界各地に点在する学園都市協力機関から独自の補給ルートを構築しており、必要な物資は 外部の政府や企業に頼ることなく全て得ることができる。このため、面積の小さい学園都市でも資源が不足することはない。主な輸送方法は、学園都市製の巨大な潜水艦によって、付近の海域まで運び、そこから小分けして、港へ上げて陸路で運ぶルートと、空輸で直接学園都市内の空港へ運ぶルートの二つ。学園都市は、 外部から入学者を募っており、保護者が学費を支払い、入学した学生は例外なく親元を離れて暮らすことになる。そのため、学園都市内の学校はすべて全寮制で、学生寮などの住居が提供され、学生全員に奨学金として生活費が毎月支給される。しかし、このシステムを悪用した置き去りなどの問題もある。学園都市内で学生が死亡した場合、 遺骨は徹底的な焼却処理のもと、親元へ返されるのが常となっている。従って、学園都市内で墓を建てたいという希望は少なく、墓地は学園都市大従学区にただ一つ存在するのみである。前述の通りこの墓地に学生の骨が収められることは稀であり、置き去りや学園都市安部のものがそれに該当する。外部と隔絶された社会の上、大学や、 研究機関が開発した試作品、実験品の実地販売テストが広く行われていることもあって、独特な商品が流通するなど、流行、文化が外部と微妙にずれているという特徴がある。科学づくしの町だけあって、基本的に住人は無神論の科学主義的な価値観を持つ。また、オカルトや神秘といった非科学を一切信じず、不可思議な現象でも、 科学的な視点から分析する傾向がある。前述のように進学も科学的側面から捉え内部で広まる都市伝説も階段系は少なくもっぱら陰謀論が主流。信仰の自由自体は保障されており、最後の時を宣告された末期患者のための礼拝堂がある病院も存在しているが相談役となるのは本職の神父ではなく、 進学を学んだ教授が担当する場合が多い。無数の学校が林立しているという都市の性質上、定期交差や年間行事などは時期が統一され自然と大規模になる。置き去り学園都市に預けられたが、その後親が蒸発してしまった捨て後、孤児たちのこと、及びその行為、社会現象。初めから子供を捨てる目的で最初の学費のみ払って消えてしまう親も少なくない。 第13学区のアスナロ園など置き去りを保護する制度や専用の施設もあるが施設の敷地面積によって受け入れられる人数に制限があり待遇改善が逆に外部からの育児放棄を加速させる恐れがあると統括理事会も対策には慎重で追加支援もなかなか得られないまた身寄りがないのを逆手にとって 非人道的な実験に利用しようとする暗部の研究機関が存在し、マッドサイエンティストに改造された置き去りの都市伝説も流れている。スキルアウト無能力者の武装集団の総称。簡単に言えば、不良やチンピラの集まり。明確な目標はなく、夜道にたむろしている少年たちが無能力者なら、それでも、スキルアウト扱いされてしまう。大半は寮に住んでいても通学しないもの。 通学はしても夜になると行動するものだが、100人単位でチームを作って街をカッポし、武装して ATM を襲うなど、ギャングに近い集団も多い。潜在的に1万人ほど存在するが、武装集団というイメージを作っている学校にも、寮にも戻らない、路上生活者は全体の1%ほど、能力開発に行き詰まった。 いわゆる落ちこぼれの集まりだが、稀に能力を隠して在籍する高レベルの者も,もいる。また、救急車を呼べない類の怪我をすることも多いため、怪我した仲間を連れて撤退する、独自の技術が伸びている。いろいろな派閥や集団が存在する。第七学区の場合、駒場敏則によって統一されていた。非常に高い科学技術と生活水準を有する、一方で、その裏では、 生命倫理や人権倫理を無視した非人道的な研究及び戦闘兵器の開発が進められていたりと不透明な部分も少なくない。さらに非合法な闇取引を行う業者や犯罪組織なども密かに暗躍しており、風紀委員、警備委員とは別に暗殺あるいは破壊工作といった決して表沙汰にできないような任務を請け負う暗部組織が多数存在している。 比較的恩和で社会のためになる必要悪を高広姿勢と根っからの悪党で手の施しようのないいや広姿勢に分類されるという考え方がある。第三次世界大戦後に一方通行からの要求で一旦は解体されたものの木原をはじめ完全な解体には至らず新たに新入生が結成されるなど体制は変化しなかった。だが 一方通行が二代目統括理事長になった際、オペレーションネームハンドカフスにより徹底した解体が行われることとなるが、R&C オカルティクスの介入で失敗する。所属する人物については、とある魔術の禁止目録の登場人物、学園都市安部組織を参照。両県部隊、迎え電部隊以外の安部組織の主要構成員は、基本的に4人1組の小規模なものだが、 ある程度は、裏社会の人間を動かせる権限を持っている。なお、15巻での暗部組織間構想等で壊滅した、スクール、ブロック、メンバーなどの組織は19巻で、統合再編されることが決定していた。ありがとうございます。